はい、皆さんこんにちは。グッサルサッカーチャンネルの小川直樹です。今回は僕がやってる最強の靴ひもの結び方ということで解説していきます。それではどうぞ。はい、今回使っている靴ひもはクシュレと言います。伝統工芸品にも指定されている伊賀組ひもの技術を生かしたシューレースになります。ポイントは丈夫かつほどけにくいというところです。概要欄にも詳しく書いてあるのでぜひチェックしてみてください。まずはオーソドックスに上から1個目の穴に紐を通します。で、外側の紐を先に、次は下から通します。反対も同様に2個目の穴に下から通します。そしてここからが普段の靴紐と違うところで、内側の紐をクロスせずに次の穴に一度通します。そして反対も同様に次の穴に通します。で、この後クロスさせて次の穴に行くんじゃなくて、先ほど作ったこの紐と紐の間にクロスで通していきます。反対も同様に紐と紐の間に通していきます。で、次にまた同様に内側の紐から下に通して、次はクロスに紐を通します。で、先ほどと同様に内側の紐を次の穴に通します。クロスさせずに通します。反対も同様に行います。で、先ほどと同じようにまたこの紐と紐の間に通します。反対も同様に紐と紐の間に通します。で、残りの2箇所はクロスで通していけば最強の結び方の完成です。で、この輪っかを作り出すポイントなんですけど、スパイクを横に持っていただいて、つま先を曲げた時に自然に曲がる位置、このモレリエで言ったら2番目の位置になると思うんですけど、そこから始めていきます。靴によってこの輪っかの作る位置は前後するので、自分の靴で一度つま先を折り曲げてみることを試してみてください。で、この結び方の解説なんですけど、ポイントはここの縦の輪っかの位置にある紐を横に
まずはしっかり引っ張ってから上に持ち上げます。で同様に次の紐も横にしっかり引っ張ってから上にギュッと持ち上げるイメージです。で残りはしっかり結びます。でこの紐の通し方のメリットはしっかり真ん中の紐の部分が縛られることで横にぶれない、かつ足に靴がフィットした状態になるので靴の中で隙間ができないことでしっかり踏ん張ることが左右できますし、足をひねるリスクも減るので怪我の防止にもつながるかなというふうに思います。チャンネル登録よろしくお願いします。